共感清氏は、中華民国、満州国の政治家。字は知る青。最初は、河北各省の地方法院で役職に就いた。後に、北京政府陸軍総州法所秘書長、同所長を歴任する。ついで、警察佐鉄路局に転任し、総務所所長、同局長を務めた。さらに、交通総司令部、州法所所長にも任命されている。 1931年に満州事変が発生すると、氷判清は、関東軍の指示により、法天省実業庁長長に任命された。翌1932年3月9日、満州国が正式に成立し、翌10日、氷判清は、満州国国務院の司法部総長に起用された。1934年の満州帝国成立とともに、司法部が改組されたが、 引き続き司法部大臣として留任している。1937年5月7日、司法大臣から退任し、同月中に満州重工業開発株式会社副総裁となり、また満州国共和会中央委員も移植された。1942年11月、東和経済懇談会満州本部長として来日しているところまでは活動が確認できるが、 それ以降の票の行方は不詳である。帝国弁護士会は上野西洋圏で司法武装長歓迎会を開催した。票から左へ、数密院、原吉道、大新院、牧野菊之助。ありがとうございます。